シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画に遊びに来てくださってありがとうございます。はい、ということで今日はですね、ちょっと滞在先のホテルからソロウクレレを誰でも弾けるようになる本、緑本の2曲目ですね、ロングロングアゴを弾いてみましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱウクレレね、最高だなって今改めてこのホテルでね弾いていて思ったんですけど、なんか他の楽器だったら結構持ち運ぶことできなかったりするのに、ウクレレは本当に軽いし小さいから、まあ背中にショッとしょってね、ショッとしょう背中にサッとしょってね、持ってこれちゃうので、本当にいい楽器だなとつくづく感じております。外泊中でもちょっと練習したりしてすごく楽しんでおります。でね、今回のロングロングアゴ2曲目ということなんですけど、あのね、アポヤンドっていう奏法が出てきたんですよね。アポヤンド、アポヤンドっていうのは主に2弦とかにメロディーが出てきた時とかに使うかなと思うんですけど、これだったら2弦がこういう音が、これがメロディーになるので、全部こう引き下ろさないで2弦で止めたいので、2弦の音が鳴ったらこの1弦に指を寄りかからせて止めることによって2弦が最後になるようにする、こういう奏法なんですけど、それが出てきましたね。なので普通にこう単音弾きで弾く時とかもアポヤンドで弾かないとアルアイレになるわけなんですけど、アルアイレは下の弦にこう触れて止めるっていうのをしないので、ちょっと音がアポヤンドに比べると弱くなるというか、だから強調したい時っていうのはアポヤンドで弾くね、こんな感じで、アルアイレだとまあ親指とかね、人差し指、中指とかね、ちょっと音質が違うんですよね、このっていうのと、よりこうしっかりと立たせて弾くことができる奏法、アポヤンドっていうのが出てきました。あとはこのね、解説の中でしっかりとビートを感じて弾いてみようっていうことがね載っていて、私もこの1等、2等、3等、4等ってしっかり心の中で数えながら弾くっていうのを今まであんまりやってこなかったんですね。メトロノームに合わせて弾いたりとかはしてたんですけど、メトロノームあってもなくても1等、2等、3等、4等っていうのをこう体でこう、このノリをこう感じながら弾いていく。そうするともちろんリズムがこうずれないっていうのもあるし、なんかこれをやっていくことで左手も動くようになってくるらしいんですよ、佐藤雅也さんによるとだからそうなんだと思って、それ初めて知ったと思って、今までこういう風にね、1等2等で数えましょうって言われても、最初やってもうそれから全然別に気にしないでちゃんと数えてやれなかったの。ちょっとこう休符が続いて、なんか入りが合わないところだけは数えてたりはしてたんですけど、もう常にこう1等、2等、3等、4等、1等、2等、3等、4等って数えながら弾くってことはやってこなかったので、またそれを改めて取り組み始めたところでございます。あ、ちょっとゴムが、ヨレヨレのゴムが映ってるのが恥ずかしいから外そうそう、あとはコード伴奏のところに初めてこうアップストロークも入ってきたっていう感じですね。で、今まだ2曲目なんですけど、メロディーでしっかりこう単音弾きを練習するっていうのをやり始めて、すごくやっぱり指が使えてるなっていうか、外さなくなってきたっていう感じを実感してまして、あ、これはしっかり単音弾き引き続き頑張って取り組んでいこうかなって思ってます。で、しっかりね、こう単音弾き練習していくとすごいね、なんか指が気持ちいいんですよね。なんだろうこれは、
なんか指をすごく普段使ってない部分をしっかり使えてるって感じがして、なんか爽快な感じもして、それもすごくね、楽しく練習できている一つかなーなんて思ってます。あ、で、あとね、もう一個、アポヤンドをやるときに、ちゃんとこう、こういう風な、こうじゃなくて、こういう、円を描くような奏法の中で、アポヤンドの時もしっかり弾くっていうのを教えてもらって、でも今演奏でできてたかな？ちょっと後でまた、この動画を見返してみたいとは思うんですけれども、できてたかな？こういう風に。ね。そんな感じでございます。引き続き3曲目もね、楽しみに練習していこうと思います。皆さんの進捗状況もどこまで進んだとか、一緒にやってくださっている方は教えてくださったら嬉しいです。コメントお待ちしております。それでは今日はこの辺で、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。